トウモロコシをいただいたのでコーン茶を作るために干していきたいなと思ってます。このコーンはもう引き気を過ぎているのでもう結構ほらシワシワ、ね、うん、もう種になろうとしてるから、これはもう鳥につつかれてるもんな。だからダメな虫歯みたいな、ここは切り落として、うん、こう落としてもいいかな、うん、今ニワトリ投げてもいいかなと思って、うん、ここ喜ぶわ。バーンと落とす。ここは、うん、ここにあげる。ヒゲが惜しかったね。あ、でもこれで言ったらヒゲ、あ、そうやね、ちょっとヒゲは悪いな、やっぱり、うん、ヒゲもお茶にできるみたいで、うん、ヒゲがちょっと色悪いかな、もっと白いもんな、うん、コーン茶は昔飲食店に働いてる時に出しててすごい甘くて、甘、ほんのり甘くて香ばしい、めっちゃ美味しいお茶。韓国の食材を売ってる店でコーン茶っていうのを売ってて、うん、今やったらどこでも売ってるのかな。いや、これ、うん、ね、いるよな、うん、台湾に持ってた。あ、売ってた、うん、飲んだ冷たいやつ、うん、美味しい。あと、アイスが美味しいな、うん、血圧を下げる作用、うん、すごいな。塩分をな、うん、体の外に排出して、うんうんうん、塩分の取りすぎを調整するカリウムが含まれてるので、これにあたり、うん、カフェインが入っ、いや入ってない、入ってない、うん、ノンカフェイン、うん、入ってないわ、見たほら、うん、水溶性の食物繊維がたっぷりっていうのがめっちゃいいな、うん、ビタミン E の課題もいい。ニワトリね、鉄分も入ってんねんて。あ、そうだ、鉄分が多いらしいな。へえ。でもホットも美味しそう、ほんのり甘くてホットで飲む。今はな、それはアイスがいいけどな。ヒゲ茶もなんか、ヒゲ茶が飲んだことないけど美味しいらしいで、甘いらしい、すごい。豊富な鉄分、鉄分すごいいいやん、ほんまに。取りたいからな。乾燥するのも、まあ、今天気良かったら早そうやんな。結構乾かしやすい、カビたりしにくいというか。煮出すのかな。そうそう、うん、麦茶と一緒の入れ方だもん、そしてからそうそういいねんな、うんうん、コーヒーと一緒だから。え、ここまで焙煎するもできるし、フライパンでもできる。せっかくやからあの釜でやる、やってもいいな、うん、見てこれ、うん、粒が大きい。うわ、めっちゃ、なんか、なんか怖い。え、それヒゲも綺麗けどな。これ綺麗な、若い。これ置いとく？ヒゲ。うん。でもそんだけ、まあ、ちょっとだけでもな。ああ。ちょっと置いとこうか。うん。はい、一応皮の方を剥けました。で、これが、ダメなところを切って、ニワトリ用に削ったところです。これニワトリにあげに行こうか、うん、ここ喜ぶな、こんなにいっぱい。あとこれヒゲのいいところをちょっと置いてて、ヒゲはお茶にしたらどんなかちょっと干してみたいと思います。あ、もう気づいた。全員は気づいた。なんかもらえんで。綺麗。うん。
すごい食いつく、うん、よかったな。好きやな、めっちゃ毒ダミあげてみよう。包んでみよう、毒ダミ。毒ダミ包んでみようか。うすごいわ、食いつき。大きいからめっちゃ食べにくいんちゃうか。黒柳徹子みたいな。これの方がいいかな。こうやって、うん、おお。これでいいか。いいね。これをいっぱい作っていく。うん。干していく。うん。何日ぐらい干すやろ。何日やろ、1週間ぐらいかかるかな。うん。